今日はですね、大阪地検、大阪地方検察庁の、検事正、まあ、いわゆるトップだった、北川健太郎容疑者がですね、大阪高検、にですね、逮捕されて、これが準強制性交の疑いということで、そういうことでですね、逮捕されております。まだ起訴されてませんので、容疑者の状況なんですけれども、なんと、この逮捕容疑がですね、5年も前のですね、在任中ですね、大阪地検検事正をやってた頃、部下を、と酒を飲みに行って、酔っ払った状態で、抵抗できない、部下の女性検事を、なんと、その、大阪地検の官舎ですね、で犯したと、いう事件が、逮捕容疑になっているということで、まあ、この人まだ定年前でですね、大阪地検の検事正というと、次は検事長といってですね、高等検察庁にですね、トップ、まあ、全国に何箇所かあるんですけれども、東京高検とか大阪高検とか福岡高検とかあるんですけれども、高等検察庁のですね、トップになる予定、だったんですが、内示まで出てたらしいんですが、まあ、どうやらこの件が原因で、退職をしたと。周りには、奥さんのケアをするとかですね、まあ、既婚者だったわけですけれども、そういった理由で退職をしたというふうに言ってるんですが、実はこれだったと。今はですね、退官した後、司法資格、まあ、司法試験に受かってますので、弁護士になって、いろんな会社の上場企業の社外取締役やったりとかですね、監査役やったりとかですね、そういうまあ、ご立派なご職業に就かれてたわけですけれども、ついにですね、これ、まあ、身内の不祥事ということで、なかったことに多分しようとしてたんでしょうね。まあ、あるあるですね。今、鹿児島県警でもそういったことを行われてますけれども、まあ、身内の不祥事はですね、以前もですね、三元検事が身内の検察裏金問題を、告発しようとしたら、別件で逮捕されちゃったみたいな、そういった事件もありましたけれども、まあ日本の捜査機関に限らず、捜査機関というのは身内に甘いと。身内の不祥事はですね、揉み消してしまうと。上の奴らが、出世に響くからとかですね、そういうくだらない理由でですね、身内の不祥事。僕みたいな底辺の人間はですね、簡単に逮捕するくせにですね、身内の偉い人には弱いっていうですね、本当どうしようもねえ奴らだな、と言って思います。まあ、折しもですね、角川嗣彦元、角川会長ですね。まあ今、角川も、今、ランサムウェア問題でですね、揺れに揺れておりますが、そこの元会長だった角川さんも、オリンピック汚職問題でですね、逮捕されて200日以上拘留されたということで、この人質司法という仕組みですね、刑事訴訟法第89条ですね、に書いてあるですね、保釈条件というのがですね、まあ、財産隠滅及び逃亡の恐れがあること。ちょっとこれ、改正前ですけれども、まあ、逃亡したりとかですね、証拠を隠しをしたりとか、口裏合わせをする、それは、検察が、捕まえた容疑、逮捕起訴した容疑を否認しているということはですね、嘘つきなんだというふうに決めつけて保釈をさせないと。これは人質司法といってですね、国際機関からもですね、非難されている。日本は人権を無視しているというふうに言われております。まあ、海外だとですね、まあ、例えば最近の話だと水原一平被告ですね。彼はですね、大谷翔平さんのお金を20億も盗んでギャンブルにつぎ込んでたのに、即日保釈みたいなもんですよね。なので彼はまだシャバでですね、こう普通に働く、まあ、イーツの配達員とかやったりとかして稼いでるわけですけれども、そういったこともできず、あんなね、お年寄りをですね、車椅子で出てきてましたよ、角川さんは。そういった人たちを200日以上もですね、交流する意味があるのかと、僕はないと思いますよ。憲法違反だと思います。これに対してですね、訴訟を提起したというのは、もう彼はもう残りの人生をこれにかけると。それはもう拍手を送りたいです。私も応援します。いや、っていうぐらい、日本の人質司法というのはひどいんだけど、それを運用してるですね、東京高検の検事正がですね、なんと部下を犯して、それを、証拠隠滅してるというか、それをなかったことに隠蔽しようとしてる、これ組織ぐるみの隠蔽ってやつですね。とんでもねえ奴らですね、本当に。
ということで、検察から捜査権限をまず奪うべきだと思います。そして、起訴するときにはですね、陪審制も選べるようにするべきだと思います。起訴するかしないかというのはですね、今、起訴しなかった場合に限ってですね、検察審査会というものがですね、強制起訴することができますが、起訴をしない、起訴にするっていう判断をできるのは検察官だけなんですね。こういった身内の不祥事をですね、隠蔽してしまうような奴らに、そんな法の番人が務まるわけがない。ということでですね、この事件、しかも、僕みたいな底辺の人間のですね、逮捕だとですね、どんどん検察幹部からリークが、マスコミに行くわけですけれども、全然リークしてこないということで、もっと最低な奴らだなという、そういったこともですね、含めてですね、この事件、北川健太郎、注目したいというふうに思っております。どうして